1時になりましたので始めさせていただきます。4モール名古屋港にお越しの皆様、大丈夫ですか？いかがでしたか？お越しましたか？はい、はい、ということで4モール名古屋港にお越しの皆様、日々カリブロと申します。今からライブの方をやります。ぜひともですね、お時間許す限りお付き合いください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。実は今日私たちこの4号名古屋から初めて来まして、はい、私たちは実はですね、はるばる、ずっと向こうの茨城県の方からやってまいりまして、今今週ですね、この連休使ってずっと、こちらの東海方面回っておりまして、今日は名古屋、でライブをさせていただきます。一生懸命やりますのでですね、ぜひお時間許す限りお付き合いください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この名古屋港、港に近い方で、海沿いに近い方なので、この歌が合うかなと思いまして、1曲目ですけども、私住んでいるところのですね、茨城県の日立というですね、海沿いの町がございます。その町の、私高校時代そこの町で過ごしたもので、その町を思いながら作った歌がございます。海沿いの町の歌でございますので、ぜひ聴いていただければと思います。桜町という歌でございます。
ラ待ちということでございました。改めまして日々カリメラと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。茨城からですね、やってまいりまして、はい、ずっと、先週の水曜日、今週か水曜日に、茨城を出まして、八王子、静岡、で、稲沢はですね、はい、で、昨日岐阜の方、大垣の方回ってきまして、今日名古屋の方に戻ってまいりました、ですね、あの名古屋の皆さんにですね、私はちょこちょこ3ヶ月に1回、4ヶ月に1回ぐらいで名古屋に来てるんですけども、はい、はい、名古屋の皆さんにですね、あの私たちの音楽を楽しんでいただいて、気に入っていただいて、応援していただいて、あわよくば、CD を買っていただこうということで、頑張って回ってきております。はい、名古屋の皆さんはですね、いいものにはですね、いいものはいいって認めてくれると、見た目関係なく、いい音楽はいいと褒めてくれて、CD 買ってくれてるので、ちょこちょこ来ております。はい、見た目はですね、私たちとても、っていう感じですので、ぜひともですね、見た目では勝負できない2人でございます。ぜひともですね、はい、音楽で、いい音楽作っていこうということで頑張っておりますので、ぜひ応援していただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでですね、そんな私たち、毎日毎日こうしていろんなところでライブをさせていただいております。昼間はこうやってショッピングモールでライブをさせていただきまして、夕方 CD ショップなんかで、ライブをさせていただいて、そして夜はですね、ライブハウスとか居酒屋とか、どこでもですね、歌っていいよというところではどこでもライブをさせていただいて、全国いろんなところを回っております。そんな私たちのですね、自己紹介的な歌を1曲作っております。土佐回りの歌というのがございますので、あ、こんな風にやってるんだと思っていただければありがたいです。聴いてください。土佐回りの歌でございます。いただいて体温めてください。一緒にぜひ楽しみましょう。誰も知らない無名の駆け出し歌うたい、アコギとカホンを積み込み今日も旅をする。ガソリン消してどこに行くにも下道で、高速はもう手のオーバー。今日も元気にやってきました。慣れ
と3回りの歌でございました。こんな感じで毎日毎日ですね、いろんなところでライブをして、CD を一生懸命売って、それで生活をしているんですけども、はい、いっぱい CD が売った時はですね、はい、その日ですね、調子に乗ってですね、当日泊まれるホテルを探してですね、ビジネスホテルとか予約するんですね。当日泊まれるホテルを探すと安く泊まれるのでですね、それで泊まるんですけど、なかなか CD が売れない時はですね、はい、快活クラブっていうですね、漫画喫茶に泊まるんですね。最近品川も無料になってですね、大変過ごしやすくなりました。最高ですね、はい、そして本当に CD が売れない時はですね、私たちこういう遠出する時は覚悟を決めてですね、寝袋を持ってきておりますので、車の中で寝るんですね。昨日大垣の先の池田町というところでライブがありまして、終わったのはですね1時過ぎでありまして、でも昨日いっぱい、ね、CD 買っていただいて、投げ銭もいっぱいもらったので、今日はホテル泊まろうぜって言ってもう見たらですね、もうどこも満室で、泊まれずに、住むそこのですね、なんだっけ、何おしゃれな温泉、あ、何でしたっけ、忘れちゃった、さっき言ったのにね、なんとかリゾートっていうカナルリゾートの、立体駐車場に車を止めて寝袋に寝て、朝一で入って、朝風呂入ってですね、来て、今日だから臭くないですよ、安心してくださいね、皆さんね、たまにですね、お風呂入れずにですね、そんなことないですね、ないですね、お風呂入れないことないですね、そんなことはないですね、そんな感じで毎日毎日やっております。なかなかですね、厳しい日もありますし、みんなにですね、喜んでいただいて、たくさん CD が売れる時もあるんですけども、はい、いろんな日ありますけどもですね、私たちですね、とにかく見た目も良くないですし、しかもですね、年も食ってるんですね、意外と、見てらんないと思うんですけど、はい、普通ですね、こういうふうに一生懸命やってる人って若い人も多いんですけども、もう若くないので、もうギリギリな年でございますので、体力的にも限界の年ですので、まあですね、ただ、とにかくですね、出遅れてる分、とにかくですね、人よりもいっぱいやろうということで、今私たち結成してまだ2年ちょっとの新人なんですけども、はい、もうすぐ700ステージやるんですね。そうですね、通算で、だからね、今年中に1000ステージやって、そしてこのアルバムも3枚目のアルバムなんですけども、これも手売り手渡しで1000枚売るまで、頑張ってこの毎日のこの旅を続けてですね、新しいアルバムをもう1枚出して、そして1000ステージやって、その新しいアルバムを1000枚達成しようということで、今一生懸命頑張っております。過去にですね、もう2枚アルバムを出しまして、そのアルバムも手売り手渡しで1000枚は一生懸命売りましてですね、今回も今3枚目のアルバムを一生懸命売っております。そんな私たちでございますけれども、まあ、目を閉じて聞くとですね、なかなかいいと思います。はい、見ているとですね、なかなかですので、私お金かわし育ってますからね。そうですね、口やたらでかいなですね、はいはい、目ちっちゃいのですね、やっておりますので、はい、そんな私たちでございますけれども、それでもですね、みんなにですね、僕らも、いろんなことか周りにですね、いろんなことを言われながら今一生懸命頑張っております。そんな私たちですもですね、いつかですね、なんとかうまくいくんじゃないかということで今、頑張ってるんですけども、ということで、そんな感じでございます。次のアルバムの方から1曲ご紹介したいと思います。お芝居の方もですね、私たちが住んでいる地元の茨城でお芝居をやる劇団さんがですね、劇団お芝居の主題歌を作ってほしいということで、いじめとか差別をテーマにしたお芝居をやりたいんだっていうことだったので、台本を見ないですね、まだ出来上がってないというので勝手に私たちの方で歌を先に作ってですね、こんな歌できましたって言ったら感動していただいて、その歌のようなお芝居を作るって台本が大きく変わったというですね、奇跡の歌がございます。まあ、今いじめとかですね、差別なんていうのは、まあ、いろんなところで問題になって、ずっとですね、長い問題になっておりますけども、いじめられてる方っていうのはですね、決して悪いこと何一つなくて、たまたまそこにいるからいじめられるだけであって、違うところに行けば、あなたはいじめられないんだよという、だから他のところに行った方がいいよと、いじめてる方が全然悪いんだから、いじめられてる人は自分を責めることないよという歌でございます。フライオフという歌なんですけども、この歌ですけどもですね、先ほどの土佐回りでも皆さん手拍子いっぱいいただいたので、次はですね、一緒に私に合わせて手拍子をいただけると、大変ありがたいです。私たちですね、元気いっぱい歌えますのでですね、はい、ぜひ皆さんも一緒に盛り上がっていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。フライオフという歌でございます。私の手拍子に合わせて、これに合わせて手を叩いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。それでいきますよ。これくらいでございます。そんなにそういうペペペペっていうのではなくて、ゆっくりですので安心してください。これくらいでございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、ではこのまま歌いきます。じゃ聞いてください。フライオフでございます。
昔のですね、お口にあるような CD プレイヤーでは聴けないんですね。ガチャガチャガチャとかちゃうんでね、そんな感じで、最大収録時間決まってるんですけども、私たち日々カリメロのアルバムはですね、1枚目から2枚目、3枚目、全部ですね、74分42秒、目いっぱいぎゅうぎゅうに詰め込んでございます。なんでですね、CD の裏面を見るとですね、全部書き込まれてるんですね。こう書き込まれてる部分と書き込まれてない部分が大体あるんですけど、日々カリメロの CD は全部きれいに書き込まれております。なんでですね、もしですね CD 買った時に聞き飽きたなという時はですね、皆さんベランダにぶら下げていただくとですね、カラスよくなるんですね。大変他の CD は全部書き込まれてないので、その部分は効果が薄いんですけども、日々カリメロは全部効果がありますので、大変、またですね、なんとなく例えば車を運転してるときですね、はい、反対側でこうハイビームにして眩しいなっていうときはですね、うん、CD こうやって照らすとですね、反射してですね、眩しいぞって合図になりますので、なるほどね、はい、今初めて思いついて言ったんですけど、使えそうですね、はい、そんな使い方もございます。とにかくですね、聞き飽きてもですね、いろいろ使い方がある CD ということで、他にはない CD でございますので、ぜひ手に取っていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、次回にお時間となりまして、最後の曲もう一曲だけやりたいと思います。今日ご年配の方もいらっしゃいますしですね、最後はですね、ふるさとの贈り物という歌をお届けしたいと思います。こちらの歌はセカンドアルバムの代表曲として収録してある歌なんですけども、この名古屋の港地区はですね、いっぱいマンションもありまして、新しい街がいっぱいありまして、皆さんですね、いろんなところからマイホームを建ててここに移り住んできている方もいっぱいいらっしゃると思います。それぞれのですね、皆さんの生まれ故郷を思い出しながら聴いていただければありがたいです。あなたのふるさとから歌が届いていますよ。
ろというふるさとの贈り物という歌で、振り返るこの1時の会のステージはお別れでございます。終わりましたらこちらの隣の、この CD の販売コーナーで一生懸命、CD を売らせていただきます。今日はですね、この新生堂さんのご協力でやらせていただいておりますので、あんまり売れないとですね、もうお前ら来んじゃないって言われちゃいますのでですね、ぜひともですね、まあ、言わないですけど、ただですね、あんまり売れないんじゃないつらってなっちゃうとですね、僕らのやることがどんどん少なくなっていくので、名古屋の皆さんもですね、応援が必要でございます。何卒応援していただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またですね、まだ聞かないと、もうちょっと聞かないと買うには至らないなという、いいものを選ぶ名古屋の皆さんにですね、漏れなくですね、3時からももう1回ライブがございますので、はい、ぜひともですね、お時間ある方ですね、イオンの中でお買い物して、3時にまた戻ってきていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。終わりましたらこの隣で CD 販売します。一生懸命サインも書きますし、一緒に記念写真なんかも撮りますので、ぜひとも手に取っていただけるとありがたいです。何卒よろしくお願いします。では最後にふるさとの贈り物でお別れでございます。お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。